岐阜県関市の甲賀神社にある高光港と猿、虎蛇の像猿。虎蛇は日本の伝説の生物。頭は猿、胴体は虎、尾は蛇であるとされる。岐阜県旧ホラ戸村付近に伝わる伝説に登場する魔物。甲賀の猿、虎蛇伝説は九伝による。甲賀山に住む魔物が悪さをしていると聞いた朝廷が藤原高光を派遣し、 氷ょに化けていた、猿、虎蛇を高光が撃ち取った、とされる。高光が廃家を連れて当地に到着し、最初に猿、虎蛇を見つけたのが、現在の、金峰神社である。このことから地名を、片父と名付け、片父の社として創建したのが、金峰神社の始まりと伝わる。都から派遣された兵では、山での戦いに不慣れであると考えた高光は、まず、 甲賀山台本神宮大行寺神社を再建し、現地民と共に七中夜妖怪退治の祈願をした。その後、甲賀山陸の六箇所に神社をそれぞれ建立した。甲賀神社での祈祷の日々に、高光は夢で、氷炭を言いよとの信託を得た。矢野が、淵、星宮神社も甲賀六社の中の一つ。伝説によると、藤原高光がこの辺りまで来たときに、 道が分からなくなってしまったが、前期星という神が高光に粥を施したという。また、川のうなぎが正しい道を教えたことにより、無事去るトラ虎蛇のもとへたどり着いた。このことから、なお粥川とし、この川ではうなぎを取ることも食することも禁止となった。粥川うなぎ生息地は、大正十三年に国の天然記念物に指定されている。また、 かゆ川の下流域には高光が用いた矢を収めたと伝わる矢のうが縁がある。高光が妖怪を追い求めて黄河からオツカリアに来た時山全体が黒雲に包まれて進めなくなってしまった。その時高光が矢を黒雲の中に放つと雲がなくなりやがて滝にたどり着いた。この滝の近くのほらが去るトラヘビの住処であった。高光はこの滝で野宿をすると 滝の神々が妖怪を追い払う夢を見た。そこで滝のほとりに祠を混流したのが、滝神社の始まりと伝わる。高光は、神託に従って、福部が滝にいたり、頂上の沼のほとりに立つ気になった氷段の中から、ひときわ大きなものを見つけて、矢で行ったところ、猿、虎蛇が討伐された。その他、菅谷には高光がわらじを吐き替えたとされる、わらじが森、 甲賀山の神が討伐のための矢を作るように命じ、矢柄を作ったとされる矢萩神社がある。矢萩神社には宝物として妖怪退治に使った矢、木鉾、獅子頭が所蔵されている。ありがとうございます。